ほいほいやんもりふんみですと、最近友達からこんなものもらいました。チャラララーン、エクスカリバー、フェイトっていう作品に登場する聖剣エクスカリバーをいただきました。まあね、このエクスカリバーってですね、すごいんですよ。もうちゃんとですね、作品中では大概のものはこれで切れるんですよね。もうね、もうこの何でも切れる剣で今回は、カレー作っていきたいと思います。じゃあね、まずは聖剣エクスカリバーをきちんとね、水で洗っていきましょうか。やっぱね、こうやってね、こう事前に研いでいく作業が必要なんですね。なんて神々しいな。はい、まず玉ねぎから切っていきます。はい、こんな感じにね、皮がむけたので、まずこの上の部分とこの下の部分、エクスカリバーで切っていきます。はあ、束ねるは星の息吹、輝ける命の本流、受けるがいい、エクスカリバー、カリンブワーはい、上の部分がこういう感じに、消滅させることができました。というわけで次は下ですね。受けるがいい、エクスカリバー、カリバー、取ったぞー。はい、こういう感じで下も切除できたので、次にこの玉ねぎを薄く切っていきます。ほう、エクスカリバー、カリバー、ちゃんとエクスカリバー切れます。次はこちら、人参切っていきます。それじゃあね、まずはこの上の部分を切除していきたいと思います。火を鉄槌、極光は反転する、光を飲め、エクスカリバー、モルガーン。上の部分切除できました。はい、じゃあこの人参切っていきます。エクスカリバー、モルガー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 、このエクスカリバーでも切れんとは。ふう、切れました。はっ、よし、エクスカリバーに切れぬものはない。よし、見たか、人参め、刀をサビにしてくれたわ。はい、続いてはジャガイモ切っていきます。この剣は太陽の写し、あらゆる不条を極める炎の影炉、エクスカリバーガラティン。よし、行こう。とりあえず一つ皮むけました。まあこんなもんじゃないですか。よし、二個目もむけました。じゃあね、ここからはジャガイモを適当に切っていきます。エクスカリバー、よっしゃい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 、あーっあーっあーっあー、はい、続いてはこちらの鍋で先ほど切った野菜を炒めていきます。はい、20分経ちました。ほいっと、ほい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 。はい、というわけでできました。名付けて聖剣エクスカリバレーですいやー、存外美味しそうにできましたね。さすがカレー、大体ね、適当に作ってもカレーって美味しそうにできるんですよ。というわけで、じゃあアーサー王に感謝していただきます。エクスカリバー、あー、うんうん、あー、普通のカレーだわ。